ポーランドの味の素親方醤油ラーメン、揚げ麺に粉末スープがついていて火薬は最初から入っています。麺は中太の扁平断面でちょっと鈍い食感です。粘りと重量感があり欧州産のカップ麺らしくない食感です。歯ごたえや匂いからアジアで作られた製品の麺みたいです。スープは濃い茶色ですが醤油の香りやマイルドというか間接的で薄い感じです。旨味はどことなく日本的で親しみやすさを感じます。化学調味料っぽさはあまり感じません。具は大きなコーンが目立ちネギもたくさん入っています。小さな人参の粒は硬くて青臭さがあります。ヨーロッパでカップ麺を食べなければならなくなった時、親方ラーメンならばあまり違和感を感じずに済むでしょう。